アントニオ・ラトーレ・レグルエソは、スペイン・バレンシア州・バレンシア県、ラ・ポブラで、バルボナ出身のサッカー選手。タン・ニ・ラト、または、トニ・ラトとも呼ばれる。バレンシア CF 所属。ポジションはディフェンダー。バレンシア州・バレンシア県、ラ・ポブラで、バルボナに生まれ、バレンシア CF の下部組織で育った。二千十四年三月十九日のエルチェ・ CFB 戦で、バレンシア CF、 メスタージャからシニアデビューした。2015年6月25日にはバレンシア CF との契約を更新して5年契約を結ぶとともに正式にバレンシア CF、メスタージャに昇格した。2016年1月6日にはコパデルレイのグラナダ CF 戦でトップチームに招集された。2016年2月25日に行われた UEFA ヨーロッパリーグの SK。 ラピードウィーン戦では、ハーフタイムに、ホセルイスガヤとの交代で出場し、トップチームデビューを果たした。2017年1月9日に行われたプリメーラ、リビシオンの CA オサスナ戦では、ハーフタイムにギリエルメ・マダレナ・シュケイラとの交代で出場し、トップリーグデビューを果たした。2019年4月19日に行われた UEFA ヨーロッパリーグの 準決勝ビジャレアル戦のセカンドレグでは、スタメン出場し、前半に、ゴンサロゲデスの浮き玉から、丁寧なボレーシュートを決めた。2019年7月5日、バレンシア CF は、ラトとの契約を2023年6月30日まで、更新し、契約解除金を8000万ユーロに設定した上、PSV、アイントホーフェン、2020年6月30日まで、 レンタル移籍することを発表した。2019年12月27日、PSV アイントホーフェンとのレンタル契約を解除し、CA をさすなえ、シーズン終了までのレンタル移籍が発表された。ありがとうございます。